ジェームズ・ケイン、ジェームズ・エム・ケインはアメリカ合衆国出身のジャーナリスト、作家。特に犯罪小説で有名。メリーランド州の州都アナポリス市のアイルランド系カトリックの家庭に生まれる。父親のジェームズ・ウィリアム・ケインは同州チェスタートン氏のワシントン・カレッジの校長。母親はオペラ歌手のローズ・マラハンで、母親の職業から、ケインも少年時代には、 オペラ歌手の志望を抱いていたが、声量不足を母親から指摘されて断念する。1910年に18歳で、父親が校長を務めるカレッジで文学志望の学位を取り、その後アメリカが第一次大戦に参戦したことから、卒業後に2年間を兵役に服した。軍ではフランスにて、軍向け雑誌の編集を手がける。1917年には文学修士号の資格を獲得。 それからの4年間、ケインは、父のカレッジで数学と英語学を教えた。ジャーナリスト志望だったケインは、ボルティモアの新聞社に勤め、その後は、故郷アナポリスのセントジョン大学ジャーナリズム科で1年ほど、教壇に立った。その後、ニューヨークで、ワールド紙に勤め、論説を担当することになる。新聞社の仕事の合間には雑誌向けの短編小説を書き出す。 その後ハリウッドに向かい、脚本家、作家として活躍するようになる。そして1934年に、郵便配達はニドベルを鳴らすを発表、ベストセラーとなり、小説家とシナリオライターの二足のわらじを履くことになったが、1936年に連載小説として書かれた殺人保険にも成功し、作家としても経済的にも恵まれた位置に定着した。その後、 秒針に無知打って三十数年にわたる作家活動を続け、二十編近い長編とおびただしい数の短編を書き上げた。その作品の多くは映画化されて、いずれも好評を持って迎えられ、ケインの原作による映画会社の収益は千二百万ドルの巨額に上った。ところが彼自身の所得は累計十万ドルに過ぎず、そこに執筆者の利益擁護機関の必要性を感じ取り、 同志を募る運動を起こした。これが現在のアメリカ作家同盟の設立のきっかけになった。郵便配達は二度ベルを鳴らすが、カミューの違法人に影響を与えたという説が根強くあるが、カミュー自身はこの小説に言及したことはない。ありがとうございます。